。今回ご用意していただくものは、何ですか、何でしたっけ、ライター、着火マンですね。そしてお線香を使いますね。それとろうそくですね。それから台紙に使う紙ですね。今日はこの紙の周りをね焦がしていこうかなって思います。それでね、ちょっと危ないんですけど、皆さんくれぐれも火の用心でなさってくださいね。まずろうそくに火をつけて、これ燃やしていきます。あ、もう一つ、一番大事なものは固くね、濡らして固く絞った雑巾ですね。それでこれらでやっていきますね。で、まずね、紙を焦がしていきますので、少しこうね、燃します、燃やします。でね、燃やすたんびにこうね、消しながら燃やすっていうんですかね、たくさん燃やしちゃうとね、中までどんどん燃えていっちゃいますので、適当なところでこうね、消しながらいきますよ。そして今ろうそくで、今ろうそくの火にかざして燃やしてるんですけど、これをね、お線香で燃やしていくと、もうちょっと細かくね、燃やしていくことができます。燃やすというよりもね、お線香でやるときは焦がすという感じですね。だからろうそくの火で燃やすよりも、お線香の火で焦がしていった方が、こう細かくなっていきますかね。こんな感じでね、わかりますか？この端のラインをね、こう燃やしていくんですよ。焦げ目をつけていくって言ったらいいんですよね、きっとね。ろうそくの火にかざしたときはね、ボボボボっとね、燃えていきますから、ゆっくりしてられないんですけどお線香でやるときはね、ちょっとずつちょっとずつしかできませんので、こちらは気長にやっていただくといいかな思ってます。そしてね、火の取り扱いにはね、くれぐれも気をつけてくださいね。お線香でやった方がね、きっと そんなに慌てずにできますので、ただこちらみたいにこう大きなところも作りたいと思ったら、やっぱりね、お線香でやると
間がかかりすぎちゃいますので、やっぱりろうそくの火にかざしてやった方がいいかもしれませんね。ね、どんな形になるかはちょっとね、予測できないんですよね。スモーキングをやった時もね、スモーキングの時も自分で好きなように作るというよりは、自然にこうできていくね、形を楽しむみたいな感じでやったと思うんですけど、でね、ところどころね、こう、大きく燃やしてって、強弱をつけてあげるとね、いいかもしれませんね。もう、ろうそくでやるときは気をつけてくださいね。こんな感じですね。ここはお線香で焦がしたところですね。こちらが、大きいところがろうそくでやったところですよ。で、お線香でやった時にですね、こう焦がした後に煙が出てこなければそれでストップしてるんですけど、もし焦がした後からまた煙が出てるような場合はね、まだ火が残っているということなので、どんどん入ってきちゃいますから、お線香でやるときはね、やった後に、煙が出てこないことを確かめてくださいね。これなんかまだわからないでしょうけど、煙が出てるんですね。ですからね、ちょっとずつちょっとずつ中の方に燃えている感じなんですね。それなので、それ以上中に燃やしたくない場合はちょっとね、抑えちゃうといいと思います。このろうそくで燃やす場合もね、こう端の方だけやりたい方は、こうね、即こう焦げ目つけたらすぐに消しちゃってあげると、それ以上中には入ってきませんのでね。お線香だけでね、こう気長にこうね、きめ細かい焦げ目をつけていってもいいんですけど、今日はちょっとね、動画を撮っている関係上ね、そんなに気長にやっていてはちょっと皆さんにご迷惑なので、お線香の部分は少なくしますね。
使ってるこの紙なんですけど、スクラップブッキング用のね、ちょっと厚手の紙ですね。ポピー用紙くらいの薄さでもできないことはないですけど、こう、燃えていく速度がね、ちょっと早まっちゃうかなって思います。それなので、ちょっぴりね、厚手の紙で今回やってみました。この紙をね、今度もうちょっとね、この焦げたところを取っていきますね。お線香で焦がした部分はね、取らなくても大丈夫ですけど、ろうそくでね、こう、燃した部分はね、ちょっと、これも取らなくてもいいんですけど、私はちょっと取ってみようかなと思います。そしてね、ですね。それでこの燃えかすのすこの燃え残りを触ってるとね、手が汚れるので、これでね、ちょっと台紙もさらに汚してってみようかなと思います。そしてちょっと周りの方をね、暗くしてみようかなって思ってます。暗くっていうか、こう汚していく感じ、アンティークな感じにね、ちょっとしてみたいので、この手はね、黒くなっちゃいますけどね、頑張ってこう染めるというか、ススをくっつけてくださいね。この手でね、お顔触らない方がいいですよ。こんな感じで、周りはね、ちょっと汚くしてあげて、中央の部分だけはね、綺麗なまんまでいいかなって思います。でね、ちょっとアンティークな焦がした台紙を作ってみました。今回はですね、この同じくスクラップブッキングのね、紙なんですけど、ここにこう乗せてあげて、そしてこんな風にね、台紙にしようかなって思いました。で、皆さんもね、皆さんはね、この後ろバックですね、この燃やした紙の後ろ側をね、私のように紙を入れたり、それから布を入れたり、あとはここにね、何か植物をね入れたりしてもいいんですけど、このせっかくね、この焦がしたね、この焦げ目、なんていうの、焦げ目ですよね、この焦げ目がね、こう綺麗に見えるようなバッグにしてほしいんですね。まあバッグなくてもいいんですけどね、本当に見える部分は少ないので、白い台紙にして、こうしてね、こんな感じで、ここにね、デザインしちゃっても全然違和感はないと思うんですけど、もしね、ちょっともうちょっと工夫してみたいなって思われた方はね、ご自分なりにね、何かなさってみてくださいね。で、私の場合はやっぱりちょっとさっき台紙が面白いなと思いましたので、こんな感じで、はい、こんな感じで、今回の台紙作り終了ですね。
今日はね、台紙作りのご提案でした。よろしかったらね、やってみてくださいね。で、くれぐれもね、火を扱いますので、できれば風のない日にね、屋外でされた方がいいと思います。気をつけてくださいね。それではね、今回の動画はこれで終了です。最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、次回の動画もご覧になってくださいね。